こんな感じで。ここです。どうですか。ラーハンだからできるんですね。これがうまい。はいどうもー、リュウシュのおじさんリュウジです。ということでですね、今回はですね、結構ね、いい感じになってきましたので、3本目で結構ね、かなりいい感じになってしまったので、締めの料理をやっていきたいなって思います。札幌一番ラーハンっていうのを、ね、やりたいと思います。ラーメンをラーハンにしちゃうっていうですね、意味わかりますか？ラーメンをラーハンにしちゃう。口で言うよりやってみた方が早いと思うんで、とりあえずやっていきたいと思います。材料説明に行ってみたいと思います。豚こま肉です。今回 60g 使う。ちょっとこれは今多いかもしれないですけども、まあ多い分には OK です。卵、今回2個、はい。砂糖のご飯、ああこれ別に砂糖のご飯じゃなくてもいいです。普通に炊いたご飯 200g でもいいんです。札幌市販、塩ラーメンですね。これでやっていきたいと思います。今回の、ラーハンなんですけども、塩味でも味噌味でもごま味でも醤油味でも全部うまくいくんで、お好きなものを使ってください。はい、これを使っていきます。はい、ではですね、皆さんやっていきたいと思います。はい、今日はですねテンション高いですよ僕。なぜかというとですね、お酒がいっぱい入ってるからですね。はい、ということでですね、まずですね下ごしらえをしていきたいと思います。美味しそうな氷を用意します。今日はどうしようかな。じゃあこれトトトトトトトね、焼酎だからね、ちょっと多めで大丈夫です。レモン入りの炭酸がね、うちにありますんでね、このレモン入りの炭酸ね、これね、レモン入れなくていいからね、結構便利なんですよ。いただきます。ファイナリシーね。プロモーション動画ではありません。お肉をカッティングしていきたいと思います。こんな感じでね、ザックザックと、まあこれぐらいの適当な大きさに切っていきます。はい、はい、ということですね。はい、ということですね。はい、ということですね。フライパンが出ました。はですね、めちゃめちゃ酔っ払っとくことが、コツです。なぜかというとですね、酔っ払った後のチャーハンってめっちゃうまいんです。最高の味っていうのはやっぱりシチュエーションとかも大事だったりするんです。最高のシチュエーションで最高の料理を食べられるように自分を最高にしていきます。もうまた一種のスパイスみたいなね、まあ、茶番はね、そこそこにしといて、やっていきたいと思います。まずですね、フライパンに油大さじ1を引きます。はい、こま肉ですね。はい、こま肉入れていきます。たっぷり塩ラーメンですね。はい、粉末と、切りごまをこれは抜いておいてください。はい、優しく揉みましょう皆さんね。優しく揉んであげてください。豚肉も忘れないでね。豚肉炒めて、あらかた火が通ったら、ちょっとで焦げ目がつくぐらいで大丈夫です。はい、粉々にしたラーメンをさっと入れてください。はい、もう 150cc でちょっと火を強めて水に浸していきます。はい、火加減はね、中火ぐらいで結構です。2分ぐらい置いて柔らかくしてます。外のご飯は温めておきます。あったかいご飯を 200g 用意しましょう。酔っ払いすぎじゃないですかっていうお声をすごくいただくんですけども、僕も編集し終わった動画を見た時に自分でびっくりします。なので皆さんご安心ください。ご飯がね、温まりました。そして、こちらも2分経ってですね、いい感じで水分が飛んでます。水分はかなり飛んでおりますね。火は弱めましょう。麺は完全に戻った状態です。外のご飯、こちらをバンと投入していきます。はい、火はつけつつですよ。はい、この、粉々なんですラーメンとですね、混ぜていくんですね。これがラーハンたるゆえんなんですけどね、そば飯なんだよこれね。この状態ですね、付属のスープを入れていきます。塩ラーメン、これがうまいんですよね、まばらになるようにね。塩の香り、もうたまんない、はぁ、もうたまんない、はぁ、飲んでいきます。
たまらんち。よくで混ぜてあげてくださいね。全体によくなじませて、こんな感じでね、この状態になったんですよ。ここにね、真ん中にね、ちょっとね、スペースを空けてください。トメイゴですね。トメイゴを割り入れていきます。はい、こんな感じで軽く2人分ぐらいいけるので、卵はね、2つぐらい入れちゃって全然いいです。お野菜も取りたいなっていう方は、麺とご飯を炒めるときにキャベツとかね、そういうお野菜入れていただくと美味しく食べることができます。この状態で弱火にして、タルトタモン半熟になるまでね、熟ってきますね。はい、それではですね、蓋をして、まあ4、5分経ちましたね。4、5分経ったのがこちらになります、ね。はい、まだね、白身ね、そこまで、固まってないので、これね、全然平気です。黒胡椒です。黒胡椒、はい、黒胡椒ね、まんべんなくかけてあげてください。この小ネギ、ね、たっぷりフリ散らしてください。切りごまです。これ札幌一番はね、このね、切りごまが入ってるんですけど、札幌一番塩ラーハンの完成です。はい、ということですね、できましたので、一人では結構多い量なので、取り分けるような感じで食べてください。いただきます。うまい。もう一杯食べていきたい。いただきます。黄身崩すと、まあこうトロトロになりますね。ここです。どうですか、ラーハンを、美味しく食べるのはおこげ。これがラーハンの特徴なんです。卵を入れて蓋をして熱を加えてることによって、この麺がパリッパリになるんですよ。このおこげめちゃめちゃうまいんですよ。ぐしゃぐしゃにしちゃいます。ラーハンだからできるんですね。これがうまい。おこげの部分からいきましょう。パリッとしたおこげが入ってますね。パンチ効いた味してます。すごく少しね、ラー油を垂らすんですね。このラー油を少し垂らした塩ラー、わー、この塩ラーハンというのは、一袋とご飯で数人でシェアできるレシピになってるんですよ。結構ね、食べる、ご家庭だと2袋とご飯、2つ分で、まあ、3、4人前いけると思うんで、レモン汁ですね。いただきます。最高にうまい。レモンもラー油も捨てがたいな、これ。塩ラーメンもすごく保存ができる食材ですのでですね、いつでも食べれるようなレシピになってます。コストが安くてうまい。加えたい方はきのことかキャベツとか途中で加えていただければもう全然結構です。すごく使えるレシピになってますので、皆さんぜひお試しいただければなっていうふうに思います。ということですね、今日の動画いかがでしたでしょうか。楽しく料理をして美味しいものを食べようっていうとこだけです。こういうところにですね、いいなと思っていただいた方、こういう料理やってみたいなっていうふうに思った方は、ぜひ高評価およびチャンネル登録、よろしくお願いいたします。